どうもチャックバスです。今私は、北京国際空港第3ターミナルに来ております。本日こちらから、バンコクの方に向かいます。で今回はね、ダイヤモンド修行のおまけルートみたいな感じで、海外発見だったためね、今回、このルートを特典航空券で抑えて、利用するという形になっております。で今回は、タイ航空で、今回もねビジネスクラスが抑えられましたんで、今回もビジネスクラスで、タイバンコクの方に向かいたいと思います。で今ね3時半ぐらいで、搭乗が4時40分だったかな。1時間半ぐらいか2時間ぐらいありますんで、ちょっとねラウンジの方、タイ航空のラウンジがあるんですかね、ちょっと見てみて、もしなさそうだったらねプライベートパスのラウンジにいて、時間を過ごそうかなと思っております。それでは行きます。ラウンジに来ました。タイ航空のラウンジは、エアーチャイナのビジネスクラスのラウンジと一緒だったんで、今回は、BGS ラウンジだったかな、に来ております。この動画はね、詳しい動画は別に出してありますので、そちらを見てください。ちょっとうどんのね誘惑に負けてうどんいただきたいと思います。ではうまい。海外に日本食あるとね、昔は全然取らなかったんですけどね、なんか最近取っちゃいますね。うどんがね、ナルトとわかめ、あとネギだけ入ってる感じです。日本の方でも全然美味しくいただけるんじゃないでしょうか。ではね、調べたら1時間ぐらい入れそうなんで、1時間ぐらいねここでゆっくりして、ゲートの方に向かいたいと思います。それではね、間もなく搭乗開始とする、間もなく搭乗開始になるようなので、ゲートの前で待ちたいと思います。いや本当にひどいですね、申し訳ないです。動画見ていただけるから本当にありがとうございます。あ、この動画でね、まだ言ってないんですけども、申し訳ないんですが、私今ダイヤモンド修行中で、予備のカメラも持ってたんですけども、両方ねレンズの方が傷ついてしまって、ちょっと見づらい映像になってるかもしれないんですけども、すいません、何本かの動画だけねこちらで失礼させていただいております。それではもうちょっとここら辺で待ちたいと思います。今搭乗待ってるところなんですけども、本日の機体があれですね、ちょっと機材名まではちょっと分かんないんですけども、ちょっと乗るまでねそちらも楽しみにしていきたいなと思っております。それでは搭乗開始しましたので行ってみたいと思います。それではね、無事搭乗することができました。今回はエアバス350-900かっこ359です。フルフラットシートタイ航空利用できて本当にありがたい限りです。今ねちょうど搭乗してすぐなんですけども、ウェルカムドリンクがいただけたりと、で座席にはねこんな感じでお花が置いてあったりと、タイ航空らしいですかね、
そんな感じとなっております。約6時間ぐらいのフライトですね。楽しんでいきたいと思います。それではね、タイ航空の、トイレに来ております、こんな感じで何でしたっけ、化粧水とかね、ある感じで、こっちにね、紙コップとかがあって、あとはハンドソープとですね、手洗うところで、お花がね散りばめられていたりで、お子様の台があったりと、上着がかけるところ、あと鏡があります、まあ、あとはトイレがあってっていう感じですね。それ以外のアメニティはこれは違いますね。これは触っちゃいけないやつですね。失礼いたしました。基本的にはこんなもんですね、もう間もなくね離陸となると思うんですけども、見てください、シートベルトがね、こんな感じで、私は初めてですね、この3点式っていうんですか、こっちとここと、でここに止める、これ新しいっていうか、あるんですね、こういうの。私初めてちょっとびっくりしました。それで動画を撮ったっていう次第です。タイ航空のね、モニターなんですけども、こういう感じで日本語表記がありますね。素晴らしいですね。映画とかもこんな感じで最新リリースを見ることができます。ちょっとまあ物によってはね、字幕があったりなかったりあると思うんですけども、日本語表記があるっていうのはありがたいですね。ここ北京からバンコクの路線ですからね、ちょっとないかなと思ってたんですけど、ありましたね。これはいいと思いますね。そしてすごい液晶が綺麗ですね。この綺麗さが伝わってるかどうかちょっとわかんないですけど、とても綺麗な液晶となっています。If you try
それでは無事離陸することができました。約4時間15分ぐらいのフライトでしたね。失礼いたしました。
タイ航空ビジネスクラス楽しんでいきたいと思います。もうちょっとで夕暮れなんで、まだ明るいですけども綺麗ですね。それではね、アメニティ開けていきたいと思います。高知はラコステ、こちらも結構有名なブランドですね。それでは開けていきます。外装を開けました。で、このポチンを取って両サイドで、こちらアイテムリストになってますね。こんな感じで入っています。お、長距離線じゃないからなんですかね、耳栓とか、アイマスクとかね、スリッパとかそういうものは入ってなさそうですね。タイのビジネスクラスはこんな感じとなっています。ロイヤルシルククラスになるんですね、タイのビジネスクラス。ではね、離陸して、10分ぐらいでフライトアビスが始まりました。トマトジュースとナッツの組み合わせで盛り合わせていただきましたので、せっかくなのでいただきたいと思います。でもこれゼリーみたいな、ゼリーって海みたいな、うまい。クルミとかアーモンドとカシューナッツだけじゃない、美味しい。あと干しぶどうで、いつも通りのトマト。いや、美味しいです。夕方の便なんで、このまま夕食タイムになるのかもしれないですね。搭乗したのは4時40分でしたので、私の予想はそんな感じだなっていう。それではね、夕食運ばれてきました。こんな感じで、非常に美味しそうですね。これはカレーみたいな、カレーっぽいですね。でもパイナップル、パイナップルですね。なんか野菜フルーツたっぷりカレーみたいな、でもカレーなんですかね。私が知ってるカレーとはまた違うカレー。お肉、これ多分豚肉だと思います。美味しい。あと付け合わせのアスパラ、ニンニクの味が少しついてるのかもしれません。多分カレーだと思うので一緒にいただきます。
パイナップルガツンときますけど、テイストも若干甘いんですよ。個人的にはすごく美味しいです。パイナップルも別に気にならないですし、これ気になる方はちょっときついかもしれないですね。器はそんなに大きくないのにパイナップル4つとか5つとか入ってますから、美味しいですね。ご飯と一緒にパンまで食べます。このガーリックトーストですね。高いってわけじゃないですけど美味しいですね。まあとりあえず夕飯っていう夕飯っていうことでサクッと全部食べたいと思います。次にですね、このおしゃれな、フルーツと、チーズとこのクラッカーですかね、来ました。それではいただきたいと思います。リンゴです。一応これデザートなんですかね。ちょっとどういう感じなのかよくわかんないです。先ほどメインが出ました。やっぱりクラッカーに乗せてこのチーズを食べた方がきっといいんですよね。こんな感じで乗せて食べてる、予想外にめちゃくちゃ美味しいですね。フルーツチーズみたいな感じでちょっと甘いんですよね、これ。あとこっちのマジチーズもいただきたいと思います。完全なチーズですね、当たり前ですけどね。特に臭みもなくて美味しい。では残りサクッと食べたいと思います。タイ航空でもね、Wi-Fi のアクセスカードがいただけます。まあ、20メガまでっていうことなんで、まあ、そんなに多くはないですけど、ね、無料で使えるのはありがたいですね。でコードはね削って、利用するみたいな感じですね。それではねフルフラット状態にしました。こんな感じです。足元はこんな感じになってます。私175センチ以上あるんですけども、これでもね一番奥に足届かないですね。いやこれは素晴らしいですね。これだったら本当にぐっすり寝れますね。リクライニングはこんな感じとなっております。で今ちょうど離陸して多分1時間ぐらいで、あとフライトが3時間11分ということですので、まあちょっと寝るかどうかは分かんないですけど、ちょっとフルフラットでゆったりしながらフライトを楽しみたいと思います。天井を見るとこんな感じです。まあ、ちょっとオレンジ色っぽい照明と、右側にはね海航空のイメージからの紫の照明が天井に光ってます。おはようございます。あとね30分ぐらいで、着陸となります。電気はねついて置きましょうみたいな感じになりました。いいですね、このフラット、本当に最高です。まもなく着陸です。バンコクスワンナプームのスワンナプーム空港周辺のね夜景が映ってますでしょうか。とても綺麗に見えておりますけれども、こっちから雲はねすごいんですよね。かかったり晴れたり、かかったり晴れたりを繰り返しています。
今もうちょうどね着陸の後も本当に5分ぐらいで着陸すると思うんで、雲の間を抜けてってるかもしれないですね。それでは無事着陸することができました。バンコクスワンナプーム空港に到着です。現地は今夜の9時ぐらい、19時から10時ぐらいですね。で、天候はだいぶ雨模様でなっております。飛行機は止まるまでね、もうしばらく待ちたいと思います。それではね、無事、バンコクスワンナプーム国際空港に到着いたしました。今回はね、ダイヤモンド修行の、おまけルートということで、北京から、スワンナプーム空港、タイのタイ航空のビジネスクラスを利用させていただきました。今回の動画は、役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ツイッター、ブログもやっておりますので、もしよかったらチェックとフォローしていただけると幸いです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。